すいません。おはようございます。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、三谷です。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと喉が渇くと思うので、ちょっと。ありがとうございます。座ったタイミングで多分飲むと思うんですけど。今回の動画は、マイクロドローン撮影 IMGTech 株式会社さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。第6チャンネルライブ、笑える絶望2、5月24日。一般チケット発売中です。会場で待ってます。よろしくお願いいたします。取材オファーして受けていただいた、ありがとうございます。何を、ありがとうございます。嬉しいです。いやいやいや、いいんですか、僕なんかで。嬉しいです、普通にキングオブコントとか見てたんで、普通に。いや、僕だってね、希望と相方出させていただきまして、 そこから今1年半ぐらい経ちましたからね、多分。もうそうなりますか。はい、最近で木下さん普通に木本さんと一緒にレッドチェア出たりとか、はい、あと篠宮さんとも一緒に前人たち出たらしましたね。そうなんですよ、ありがたいことに。だいぶいろんな、なんていうんですか、活動の幅が広がってきたというか、ちょっとお笑いに寄ってきたというか。いや、そうですね。本当、もちろんその例の話になっちゃうんですけど、どの番組でも、全部出させてもらってるのはめちゃめちゃありがたいですね。昔の松竹芸能さんの後輩さんたちとかでも結構共演されてますもんね。そうなんですよ。なので、昔の事務所の後輩が助けてくれてます。偉いもんで。あ、でも いいですよね、辞めても友好関係あって、共演させてもらえるってね。なんかそうですね。松竹芸能も、まあ言うたら OK 出しているわけですから、そういう意味で言うと松竹にも感謝っすよね。すごいですよね、ああやって共演させてくれるのも。いや、本当に。あと ライブとかもやってらっしゃったね、トークライブ、はい、大阪のラテラルさんでしたっけ。はい、ラテラルで毎月1回トークライブ大阪でやってます。しかもちゃんとなんか もうすぐ売れ切れちゃったというか。いや、そうですね、今のところまあご褒美時間やと思うんで。ああ、そうか、これが毎月来てくれるファンを獲得し直すことができるかみたいな。カラーだから本当にもう2ヶ月やったんで、はい、もうそろそろ不祥事の話もね、そんなに擦りすぎてんのもなと思いながら。その時の裏話みたいなのでまずちょっと人盛り上がりありますもんね。はい、あの時ああでこうでつって。なので、今度は何をしたらいいかみたいな話もこの前したので。あ、そうなんですね。今後はもうちゃんとしたトークライブとして、はあ、面白いもやっていかんと入らへんやろなと思ってます。でも木下さん YouTube 界隈からも人気ですよね。朝倉未来さんのブレイキングダウンね、ありがたいです、ね、リング穴とか やってらっしゃったりとか。はいはいはい。朝倉さんにも本戦に出ないんですかって言われてましたもんね。お前も、いや、死んでまうんですけど、出たら絶対に。うまいこと断ろうとは思ってるんですけど。まあでもありがたいですよね。最後帰る時に言ってました。今こうやって口説いてんのも今花のうちですよ、なんていう言葉をもらって、今こういうタイミングも、ね、ない人もいるんだからっていう言葉もいただいたんで、本気のよちょっとと思って。あと謝罪シャツ作ってましたね。謝罪シャツ。そうなんですよ、東野さんに。あれでも売るわけじゃないですもんね。東野さんが配るということで。まあ僕が謝罪ばっかりしてると YouTube で。あの YouTube めちゃくちゃ面白いから、もうちょっと再生されてほしいなと思うんですけどね。謝罪シャツのね、謝罪シャツの時ができるまでの過程下り。東野さんの動画の方、僕の方の動画も見ていただきたい。まあでもね、僕がまあ東野さんの優しさですよ。なんかいつ何時謝罪するタイミングが来るかわからん芸人たる。いや、みたいな。なので、みんなに配るために謝罪シャツを着のした。まあ、僕、仏花という服やって、そのルートがあるので、はい、そこでちょっと発注頼むわということで、はい、作りました。東野さんがメタとか謝罪のタイミングで着てるシャツのなんか、型がおかしいんじゃないかみたいな、いじってるのもめちゃ面白かったですけどね。2回目、3回目とか、ちょっとずつおしゃれになってるみたいな。細かいとこを見られてましたね。しかも、よう聞いたら、フレブルが高いびきしてるとか、うんうん、っていうところも聞かれてましたんで。フレンチブルドッグの、はい、僕の飼ってる犬が高いびきしてるとことか、まあ、服が若干おしゃれ、解禁シャツになってるやないかとか、あとここにブッカって入ってるやないかとか、細かいとこ見られまして、いろんなことを踏まえ、謝罪シャツは必要やろということで。今回作らせてもらいましたね。ちょっとあれだから欲しくても買える人いないってことですもんね。東野さんの限定30枚じゃないですかね。
そうじゃ世の中に持ってる人30人以上いないってことですね。そうです。世の中。まだでも、あの、東野さん配られてないので、そんなに。そう、東野さん、木本さん。はい。南川にこの前配った動画、昨日ちょうどなかったのかな。はい。そうですね。そう、わざわざ。あの、庄司なんですね。庄司くん。今あまりにも、あの、イメージ良すぎるから何が起こるかわからんって、東野さんがおっしゃってました。まあ、ないと思うんですけど。まあ、そうですよね。はい、そこで、その活動にも手助けしてるというか。そうですね。でも、大体いつもひたすら今に至るまでを、あの、質問しながら聞いていくって感じですけど、はい、年齢はいくつなんですか？僕、51歳です。はい、芸歴で言うと、何年目で誰が同期とかってあるんですか？ココリコとか。ああ。あと、ツッチーとか、劇団一人、まあ、大阪の方では、メッセンジャーとかジャリズムとかになってくるんですかね。あ、その方々みんな同期なんですね。って言ったら何年目なんですか？30年やと思います今。じゃあ今年30周年なんですか？言ったら。そうですね。でも20歳から僕51年で31年か。あ、そうか、30周年。その辺ふわふわしてまして、あの空白の3年芸歴のことを考えてない時間があったので。あ、そうか、30周年祝ってるような状況じゃなかったんです。そうそうそう、ふわっと過ぎました。そこはそうですね。あの、はい、吉田さんが落ち着いてもと思ったら木本さんもみたいな感じでしたもんね。昨年とかしかもコロナもあったので、いろんなこう何もないふわっと30年超えたって感じですね。はい、そうなんですね。出身どちらですか？僕大阪です。のどこ辺ですか？僕ね、本当こう難しいんですけど、大阪言うても、まあ、生まれたとこ大阪なんですけど、はい、平野区やったかな、はい、なのでいろいろと点々、学生生活だけで11回引っ越してるんですよ。あ、そういう引っ越し多いお仕事だったんですか、お父さん？いや、母親いわく、僕もよく分かってないんですけど、あの、夜逃げで。あ、そうなんですか？はい、4人兄弟の僕末っ子なんですけど、あの、父親母親、兄貴2人、はい、姉1人僕なんですけど、6人で、あの、軽自動車みたいなで、こういろんなとこ転々と行ってましたね。お、じゃあ家が軽自動車？家軽自動車ですね。僕だから思い出はだから、この後部座席のこの後ろのティッシュとか置くとこあるでしょ、はい、ここで僕こう寝て、まあ、もちろん体、子供やったらちっちゃいんで、後ろの、こう、後ろの車にわーってやってたのを覚えてます、ずっと。え、めちゃくちゃハードな、あの、出生じゃないですか、言ったら。そうなんですよ。ただ僕、その時はなんかね、すげえ楽しかったんですよ。え、あ、なんですか、遠足みたいなことですか？お母さんが、今日は車で寝るぞみたいなことを言ったら、みんながおー言ったりとか、今日はサウナで泊まりますよ言って、おーみたいな、なんかこうね、ハッピーにというか、僕らにこんなこう夜逃げなんて大人になって知ったことなんで、その時はただただ楽しい旅行、ほんで みんながこうやって点々と学校してるもんやと思ってたんですよ。僕らだけがこんなんじゃないと思ってたんで。はあ、はい、そんな遊牧みたいな。そうそうそう、じゃゲルみたいな。はい、ケンションさん幼少期じゃないですか、うん、そうの一番上のお兄さんとかは何歳ぐらいですか、その時。まあ、でも小学校中学校とかですかね。だからそれで言うと、一番上のお兄さんはもう小学校中学校をめちゃくちゃ点々としてるんですよ。そうなんですよ。はあ、もうだから思春期ですよね、一番大事な時期に友達コロコロ変わって、まあそれこそ好きな人もいっぱいおったでしょうし、すごくこう僕よりも辛い学生生活を送ったと思いますよ。ちなみに、当時は分かんなかったと思うんですけど、大人になって、あの、聞くに、どういう事態がその木下家に巻き起こってたんですか？僕もよく実は分かってないんですけど、僕のお父さんが借金を作ってた。何されてる方だったんですか、お父さんは。会社経営とかしてたんですけど、はい、そこがもうふんわり僕実はちょっとあんまり聞いてないんですけど、まあ、その話すると毎回母親と喧嘩になるので、僕お父さん好き派やったので、うんうん、お父さんの悪口言うたびに聞きたくないので、はあ、そこは実は聞いてないんですけど、なんか僕借金作っていろいろとこう、あの、夜逃げということしか聞いてないんですけど、はい、じゃあ木下さんは、はい、小学校入るときはどこの小学校に入ったんですか？九州です。
その時九州の福岡の豊前市っていう、はい、ところで小学校入りました。幼稚園と小学校ですかね。でそれでまたどっか移動するんですか。そこでまた移動して大阪行ったりとか、あとまあ広島も行って、まあ、西の方ですね、に転々としてましたね。もう短い時では半年ぐらいで引っ越したりとか。はい、その状況だからやっぱそのお金にやっぱ困ってるって感じなんですか、その家計的にというか。困ってたんでしょうね。でも僕は金持ちやからこんなことしてるんだと思ってました当時は。はい、でもそれで言うとそのご飯とか、うん、そういうの結構ちゃんと別に食べれてたんですか。もちろん全然貧相ですけど、うん、ご飯はありました。普通に食べてましたね。なるほど。でたまにこうよし出かけるぞみたいな。ほうほう。でそれ実は逃げてたんでしょうけど、はい、今思えばたまに帰るんですよね家に。3日4日ぐらい回ったら、ほうほう。で帰って家の前で謎の10分が毎回あるんですよ。ほうほう。でなんなんやろうと思って、ここ待っときやみんなとか言ってお母さん行ってまた帰ってきて、はい入りやみたいな。なんなんこの10分間待たされるのと思って。大人には聞いたんですよ。あ何やったのや言ったら、あの壁に貼ってる、で玄関に貼られてる金返せとか、あと出てこいみたいな。バーッとこう剥がして子供に見せないようにしてたということは言ってましたね。だから金持ちだと思ってたんですよね。金持ちっていうかそんな状況ではなく車でいろいろ行ってるんやと思ってました。旅行してるっていうぐらいの感覚ですね。はい、中学も同じ森で過ごしたんですか。中学もそうです。中学は、2箇所ですか。中学は2箇所ですね。ああじゃあ1回だけの転校で済んだと。そうです。はい、じゃあ大阪から大阪とかですか。大阪は大阪です。はい、四条の辺ってところから大東市っていうところ、まあそんなに遠くない。その一応その2回目の引っ越し落ち着くんですか、その家庭の移動みたいな生活と。あの中学の時ですか、はい、中学2年の時に今あの相方と出会う地元という、ま、ほうほう、あの大東市ってところで結構落ち着くんですね。そこで今 の僕友達もその時の友達です。はあ、14歳の時の。でも そういう何ですか、その11回も引っ越し繰り返すような感じだと、うん、警察の性格っていうか、うん、キャラクターどんな感じなんですか。だから僕今思えばですけど、はい、どうせ友達になってもすぐ、バイバイするから友達にならんとこってなるわけですよ。もうだって気持ち入れてしまうことによって別れる時寂しいので、どうせすぐ引っ越すよなとかなんて母親に聞いてた覚えてるんですけど、だから遊んで自分の中でキャラ作ってました。今回はちょっとチャラい感じで行ってみようとか。へえ。あだ名がずっと欲しくて、ほうほう、あだ名がない人生やったんです、短いから、うんうんうん、期間が。で僕前の学校では〇〇って呼ばれてましたって勝手に嘘つこうと思って、呼んでほしいあだ名を毎回決めてその挨拶の時に組み込んでましたね。それって結構浸透するんですか。いや誰も呼んでもらえないですけど。あ、そうなんですね。もうすごくこうあだ名を呼び合う関係に憧れて、友達の。はあ。そんなこともできるようにはなってました。少しでもそのキャラ作ってこんな感じで行こうみたいな言ったらコントみたいなことを。あでもそう小学校からですね。今思えばなんかキャラは変えてましたね。はあ。はい、もうそうノリでってことですよね。そのなんかクラスこんな雰囲気かみたいな。はい、次はこうやってみようとか小学校の時からちょっと遊んでた節はありましたね。はい、テレビとか見れるんですか。テレビはねありましたね。9時までですけど。はい、別に小学校の時芸人になりたいとか思ってたんですか。いや全く、あ別になんかテレビって面白いなぐらいの小学生でしたね。それは中学の時に変わるんですか。中学の時に、はい、まあそれこそ今の、まあ、相方とは学校一緒になったことないんですよ、はい、地元が一緒でなんですけど、はい、ある中学校に引っ越した時に
まあ、それも思春期やったんで次にどんなキャラで行こうと思って、うん、あエロいキャラで行こうと思いまして、うん、サッカー誘われたんですよ、うん、初日に昼休み、うん、でこうマークするじゃないですかサッカーって、うん、誰か一人を、うん、その時にあの初めてやのにどんなリアクションするのやと思って おちんちんをね、うんうん、ピピピピピって触ったんですよ、うんうん、ほんなら何やねんこいつエロいないやみんなこいつエロやエロー言って、うんうん、それが僕あだ名エロになったんですよなので地元帰ったらいまだに僕エロって呼ばれるし相方もその地元帰ったら僕のことエロって呼ぶんですよだから中学校2年生にそのなんかエロキャラというか確立されてそっからこう初めてのちゃんとしたあだ名やったんでやめても言うことなく嬉しくて、うん、エロがエロがそうなんですね。で家来るときは絶対言うなよって、うんうん、家族に聞かれたないからって言って、うんうん、毎回家に友達呼んだりとかしてましたね。でも嬉しかったですねあだ名もらったんが、はい、その頃ぐらいお父さんが追われるみたいなのは一回落ち着いたんですね。そうですね中2の時はもう追われてなかったですね。もうそうですねそれぐらいからですよね。ああ、うん、それで決着ついて、はい、で中学を卒業して高校も行くんですか。中学卒業して高校行きます。で高校行って1年生まで行ってでダブルんですね。はい、勉強どうだったできた。いやまあ僕も学校ここなんて行けるなんてもちろん思ってないぐらいアホやったしこういろんな点々として集中力もなかったんで、でもまあ兄貴に聞いたらあの高校が一番面白いし修学旅行だけは行っとけいうことでちょっとだけ勉強したらたまたま本当こう公立最低高校行けたんですよ。でそこでジャム作る学校やったんですけど。えジャム作る学校。はいジャム。それどうするジャム作るための高校とか。いやあのね食品系の学校やったんですね。そこで就職率100もうほぼ100みたいな食品関係にこう就職するそういう学校やったんです。でその僕ら授業で作ってたのはいちごジャム。でそれを小学生の給食とかに配る用のジャムを作ってて、ほうほうで2年生がブルーベリージャムで3年生がオレンジジャムって聞いたんでこんなんやめたろう思って、うん、やめたの覚えてます。はい学校おえそれ1年生ですか。1年生でダブってもう一回夏まで行ってやめました。えそっかじゃ何するんですか暇じゃないですか。でやめてホストにおなりまして。あそっか芸者さんってだって、うん、お笑い若手の時もイケメンだったっすもんね。イケメンで売ってましたね。なんかはい、うんうん、当時は生き様さんそうすごいその女性からも絶大な人気みたいな。はいはい。あそっかじゃあホストって17からできるんですか。18って偽ってじゃあ18行けたんかっていう話なんですけど、まあ、一応行けてまして、そこでまあ小さいねお店ですよ。その何々新宿どこどこじゃなくてこう小さいお店のオープンやいうんでそっからホストやりましたね。ホスト どうですかうまくやれたもんですか。売れました、まあ、オープンやったんで、まあ、友達と一緒に入ったっていうこともあってナンバーワンみたいな。え、おー17歳にしてですか。はい。へえ。なりました当時は。めちゃくちゃ稼げたってことですか言ったらね。だって多少具合的なところありますもんねホストってその人気あればとか趣味。そうですね。でもまあお金あんだけ持ったみたいなイメージは ないのでそこではなかなかなく、うん、なんか毎日が楽しく自由な感じでやってたことがそっちの方が強くなってお金はあんまりこう意識してなかったです。あもらってんですよ。でもねもらってたんだと思います。はい、はい、えちょっと一人暮らしになってるんですか。じゃあそうです。あ一人でちょっと都会の方に住んで。はい。えそれでそこからまだ芸人になってないですもんね。そうですね。ほんでホストを辞めて次ディスコ従業員という、うん、まあ今でいうクラブですよね。おの黒服になりたくて。えそれなんで憧れたんですかそれ。かっこええな思ってモテるかな思って。えでもホストもモテるんじゃないですか。まあそうですね。モテるというかそういう職業ですもんね。それディスコの黒服やって黒服やって
でまたちょっとやめて、うん、でバーやったりとか、うん、点々と水商売をやることになりまして、おだって17から始めてずっとさ水商売をこうやってるんですね。そうですね、3年間ほど。お笑いはどこから好きな入ってるの？でその時に、うん、ちょっと親父がもうがんになりまして、うん、ほんで全員でちょっと夢叶えようやなんやろう言って、で聞いたら焼肉屋 やりたいって言うんで、うん、今兄貴とかも脱サラして、で僕もそんな全部ホストが辞めて全員で借金作って焼肉屋をちっちゃいところ市場のあったところ出したんですよ、うん、お父さんがまあ10日ぐらいホールで働くことになって夢叶ったなあ言うて、その店お父さん死んじゃったんですよ、うん、でこの店をどうする、前に進める、いや潰す、どうするかっていう時に、うん、いやこれ前に進むお父さんが残してくれたお店やしって言ってお店を前に進んでいくわけですね、うん、まあ、それは後に60店舗まで展開する焼肉屋とかになっていくんですよ。年商10億みたいな。え、それはもう僕関係ないですけど、ただ僕辞めたタイミングで相方が声かけてくるんですね。へ、木下が地元帰ってきたらしいぞっていうのを耳にしてくれて、でちょこちょこも遊んでたりしてたので、相方が読売新聞の切れ端で森脇健児さんが写ってる写真、松竹芸能即戦力求むって書いてるチラシを僕のところに持ってきてくれて、ちょここ入ろうやみたいな。それをなんで僕に声かけたかっていうのは、やっぱ僕もどっかで地元で遊んでる時になんかこう有名になりたいよなっていう話をしてたのを覚えてたというか、漠然と二人で天下取ろうやみたいなノリではなく、なんとなく二人でここ入って有名になれるでみたいな、うんうんうん、そんなノリで木本が誘ってきてくれたんで、ああ、ほんなら入ろうかみたいな。ちょっと戻りますけど、木本とは14歳の時にその地元のエロって呼ばれる時代ですね、学校一緒じゃないんですけど地元で一緒によく遊ぶ人やったんですよ、うんうん、それがローラースケート場がたまり場で、うんうん、そこで遊んでた一人やったんですお互い、うんうん、でそこでよく有名になりたいなぐらいの話をずっとしてたって感じですね、うんうん、あ、仲良かった頃で、まあ、お笑いやるんだったらこの人かなみたいな感じで連絡くれたとか。そうです、うん、はい。え、お笑いそんなですよ、人前でやったことあるんですか？バンドブームが僕ら16の時ぐらいに訪れまして、その時も木本発信やと思うんですけど、いろんな学校の中学校の友達、まあ、顔広かったんで木本声かけて、みんなでバンドやろうぜって800人ぐらい集めたんですかね、手売りで。え、中学生？中学生、高校ぐらいから16なんで。800ってすごくないですか？すごいですねで僕らも即席で友達とかで作った、当時チェッカーズブルーハーツのコピーなんですけど、そこで初めて人前でやるっていうのがあったぐらいで、お笑いなんて考えたこともなかったですね当時は。でも木本さんの行動力すごいですね、800人ってすごいっすよね。あれ、それ高校生ですか？はい。しかも別に何の経験もないというか。経験もないし、何の得もないし、うんうん、別に金儲けするわけではないので、普通にこう、バンドマンを募ることもすごいですよね、今考えれば。うん、10組ぐらい生きてたんかな。へぇ。それでじゃあお笑い やろうやって言って、はい。普通に応募してオーディションに行くんですか？そうです。松竹芸能に、まあ、オーディション12万3600円払うんですけど、そこでお二人で毎週木曜日1回、うん、お笑いのネタを作って、うん、コンビってで、ネタを披露すると、でダメ出しをされるっていう繰り返しの毎週ですね。あ、でそこからもうその松竹の研究生みたいなんですか？そうです。木本曰くなんで松竹なんと、大阪って吉本のイメージ僕あったし、新喜劇ずっと見てた少年やったんで、なんでなんと、お笑いって吉本やろって言ったんですけど、いやライバルが多いと吉本は。で松竹って今ミュータみたいにあんまイメージないから少ないでと、ライバルも、まあ、一気にごぼう抜きしてすぐ有名になれるでって言って養成所の門叩いたんですけど、同じ考えの人たちがめちゃくちゃいまして
結局みんな同じ考えで、はあ、はい、そうなんですね。その松竹をめちゃめちゃ愛して入ってる人っていうよりはそうそうそう、どちらかというとその姑息な、ね、抜け穴者っていう、ね、まあもちろん愛して入ってる方もいたと思うんですけど、そういうちょっと、はい、考え方の人も多かったんじゃないですかね。そうなんですね。同期ぐらいの方もみんな大体やめられちゃってるんですか。100人ぐらい入ったと思うんですよ同期、うん、でもゼロになりました。 TKO だけになりました。あ、そうです、はい、そうですよね。で実際その研修生終わって、松竹さんがやってるその若手のお笑いライブみたいなのあったんですか。それがねなかったんですよ、うん、松竹は劇場なかったですし、吉本は二丁目劇場っていうのがあって、うん、そこでネタをかけてブラッシュアップしていいネタ一本なるわけですけど、松竹ってその劇場もなかって、まあ、何わざとやったんですけど、ちょっとこうお客さんも年配の方多かったですし、うんうんうん、師匠方が出られてたので、うん、僕ら若手が出る場所なかったんで、当時もう自分らでゲリラライブやろうって、ほうほう、アメリカ村ってところに山岳公園ってあるんですよ、ほうほうほう、そこで毎週日曜日、当時よい子とか、うんうん、増田岡田とか、あとオセロとか、ほうほう、あとノイズとかいっぱいいたんですけど、勝手に社員マネージャーも誰も来ないですよ、我々芸人だけで行って、もちろんマイクもないんで、いきなり真ん中ですいません今からネタやります、聞いてください言って、みんなわけわからないんですけど、まあやったらね、まあみんなもわー楽しんでくれって、それ毎週やってたら結構こう定期的にやってるとお客さんも来るようになって、うん、新聞載ったんですよ一回、何千人みたいなお客さん、松竹芸能はゲリラでやってるみたいな、はい、そんなもう規模になってたんですね。なったんですよ。でもだってメンバー聞いたら少しもね、だってよい子さん、マスオさん、はい、TKO さんとオセロ様って。ただまあ今、まあ、その時は全く売れてない。あ、そうか、全員。ので、はい。でもなんかやっとるで、みたいな感じで新聞になって、それを社員さんが見て、うん、あれこんなことやってる、これちょっとムーブメントになっとるぞ、よし、劇場借りようっていう順番で、劇場を月一で借りることになったんですよね。はい。少しですね、はい、それ、その、路上で集めて会社を動かしたというか、そうです、もうそういう順番でした当時は。それぐらい劇場欲しかったんで。でも言ったらよい子さんは結構すぐに東京行っちゃうんじゃないですか。そうですね、はい、その後ぐらいにかな、うん、時系列で言うと。ああ、じゃあそういう路上の人気出て劇場借りて、うん、月1やってたさなかってことですか。はい、すぐ東京行きましたね。はあ、同じオーディションと受けたりしたんですか。言ったらその、めちゃイケ系というか、めちゃイケ全身通してね。あ、行きました。はい。フジテレビの、新しい波という番組に僕ら出させていただきまして、まあ、細かい話なんですけど、はい、当時、片岡飛鳥班っていうのと、うん、新井さん班っていう。ああ、スマ？そのスマとかやられる後に。で僕ら新井さんのところに呼んでいただきまして、そこで僕ら番組やることになるんですね。よく出ることになるんですよ。あんまり分かんないですけど、新しい波っていうのは当時片岡飛鳥さん系に派生していく人たちと、うん、そのスマスマを後にやってらっしゃった新井さん系に二手に分かれるんですか。はい、そうですね、大きく。へえ。なのでそこにココリコとかネプチューンさんとかいましたし。そうなんですね。はい、カイジャリもそうかな。はい、今の50アラフィフ付近の芸人さんたちが、はい、そうですそうですそうです。あ、そうなんすね。はい、そこで TKO さんはそのココリゴさんとかカイジャリさんとか、はい、ネプチューさんと番組さ、はい、番組を不定期ですけど、はい、フジテレビの深夜枠でやってましたね。じゃあそのめちゃくちゃ若い段階で東京進出してるんすね。してるんすよ。しかも、うん、一緒にやってたよい子さんと、まあ、別のチームだけどっていう、はいはい、なので東京進出行って、まあ、番組をやるんですけど、その番組が終わってしまうとかでまた一回帰るみたいなのを繰り返すことになるんですけど。でもそれ始まる段階ぐらいだと売れるなって思いますよ。やっぱだってすごくないですか。そのいやもうちょろいなですよ。はあ、まあそうっすね。極端に言うたら当時20代前半で、前半ですぐ東京呼ばれてわーっとも人気出て、番組で
まあ、我々でいう夢で会えたらとか、うんうん、ごっつええ感じみたいな、ああいうラインじゃないですか、はいはいはい、フジテレビの深夜って、うんうん、そこのメンバー選ばれたで、これいけるで、みたいな。はぁ。って感じでしたね、当時は。その2個同時に始まってるじゃないですか。うん、こっちが、TK さんがいた方が、なしになっていくってことじゃないですか。そうですね。それやっぱりライバル関係ですか、はい、その番組同士は、なんとなく。雰囲気というか。意識したりするんですか、ま、もちろん僕らがライバルなんて思ったことは一回もないです。向こうナインティナインさんは極楽さんをよくおってってことですよね、小林静さんがおって、うんうん。僕らがライバルやなんて思ってないですけど、こうやって、あ、番組が次、新しく、飛ぶ薬、殿様のフェロモン、え、めちゃイケみたいな、めちゃモテみたいな、なんかこう、進化していくじゃないですか、うんうん。で、メンバー変わらずやっていくじゃないですか。うんうん、で、僕らは東京その都度何回か帰って、新井さん班なんですけど、何回か僕らは大阪帰って、また大阪で何ヶ月か過ごして、またたまに呼ばれて、また番組作らせてもらってって。僕ら5回東京進出してるんですけど、その間にこう、はい、同じメンバーでずっと並行してやってた、良い子のね、片岡明日香さんの班は、やっぱ羨ましはありましたね。うんうんうん、ええー、な、このライン。みんなで友達同士。うんうん、まあ、それこそ今これ、ね、1回の芸人生活。僕らはちょこちょこ変えてたんで、はあ、それ並行してどんどん人気者になっていく良い子を見て羨ましいなとは思ってました。なるほど、そっか、そっちが軌道に乗っていくのを横目で見てるんですもんね。そうですね、はあ、なるほど、ね、そっか、そんなのがあったんですよ。知らなかった、その2つ同時っていうのを初めて聞きました。はい、そっか。でさっき言ったような、その時々呼ばれるのも時々呼ばれなくなってくるってことですね。そうですね、はあ、良い子はどんどんゴールデンでやっていくっていうところで、なんかこう僕もそこでその辺で気づくんですよ。やっぱなんかこう、やっぱ努力足りなかったですし、うんうん、まあぶっちゃけ小手先でやってたんだろうなっていう、はあ、なんか今の人気にあやかってこのまま売れていくんだろうって一言で言うと舐めてたんでしょうね。はあ、でそれで大阪戻ってくるじゃないですか、うん、次の TK さん東京進出っていつなんですか。ちなみにはそのフジテレビの終わりで3回ぐらい行かせてもらったんかな、うん、3つぐらい番組あって、うんうん、で4回目とかでうちピーっていうのがありまして、はい、うちピーの頃も 何年目ですか、芸歴。15年とかなんですかね。お、うん、15年以内ぐらいの時ってまだ賞レース1個もないですか、 TK さんの前で言うと。ABC 新人グランプリとか大阪の方の今宮恵比寿とかっていうのを受けてました。うん、あと、まあ、あの爆笑ゴングショーって番組ですけど、そういうなんかレースも出てたりしたんですけど、それこそ M1 とか、うん、あのキングオブコントがなかったので、まだは言ったら売れるとか全国区になるってのは東京に時々進出する時の番組で跳ねるぐらいしかその方法がないですか。そうですね、うん、そこで跳ねるしかないんですね当時は。それするとかなり打席少ない中でヒット打たなきゃいけないというか。そうなんですね。だからそこでそんなチャンスやって目の前にあるもんが大きいものやって気づいてなかったんですね当時は。またあるやろみたいな。大阪でまた実はあったんで、2回目3回目呼ばれてたんで、あ、いつかもうがっつり売れるやろみたいな高く食ってたとこはありますね。あ、そうなんですか。はい、でもそれだと先にオセロさんとかの方また売れちゃうわけですもんね。そうですね、オセロが売れて、増田岡田が売れて、それこそ大サーカスが売れて、あ、そうか、安田大サーカスさんもそうか、そうですね、はい、アメリカザリガニが売れて、あ、オンバトですか。オンバトですね。はあ、TKO さんはオンバト確かにあんまイメージないですけど、出てましたちょこちょこ、はあ、はい、でもそんなあれなんですか、その賞的に、うん、優勝何回もしてるって感じもないですか。全然、たまに応援されてたまに応援されないっていうふわふわした立ち位置で、はい、たまに来てましたね東京。ちなみに前の木下さんその時まだ太ってないんですか、太り出してないですか。そのこれね、太り出してきてなんかこれ面白いで、まあ、オンエアバトルの時はもう実はそれの感じはあったんですけど、ほうほう、一番明確に覚えてるのはその4回目の東京進出のうちピーの時ですね。ほうほう、隅田川かな、ほうほう、で船でね、ほう、こうすれ違って船を対面に置いて、その向こうにいる内村さん、サマーズさんをの前でネタをやるっていう、うんうん、
で船がこう近づいてきて僕らがポンと見えた瞬間に僕も太ってハゲてたんで、うん、爆笑でしてね、その僕の姿を見てなんだよ木下みたいなところからネタができたんですよ。あ、そっか、その時にはもうベテランだからなんか何回か共演したことあるんですか、その2組と。そうです、それまでは本当に簡単にこう、うんうん、ちょろっと会うぐらいやったんですけど、うんうん、それを覚えてくださってて、変わり果てたじゃねえかみたいなところからネタやってそれを受けたんですよ、うんうん、同じこと同じようなことをやってても太ってハゲたら笑ってくれると思って、はあはあ、そっからこう、うん、体型だけで言うと第2章デブが始まったんですよ。太った僕、ハゲた僕って、はあはあ、はい、しかもあの若い頃にちょっと割とイケメン売りだと、うん、ソウルをいじられるのとか最初から受け入れられる、ね、だから帽子もかぶってましたし、うんうん、髪薄なってきての嫌やったんで、うんうん、あんま見せでもなかったですし、太っていくのも僕は結婚したんですね、大阪 で、うん、そうそう、で結婚して、まあ、毎日ファッションも、まあ、おしゃれや言ってディスコやね、ホストや言うようにおしゃれがやってたんですけど、うん、まあ、結婚したことによって急にそういうのもポーンと外れて、うん、もうジャージ毎日ジャージで、でご飯ね打ち上げ行って食べて帰っても料理されてるからそれ食べてみたいな繰り返してどん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 太ってって、うん、ビジュアルも悪くなったことが逆に今度はなんか面白いみたいな、あれこれ前までかっこええキャッキャみたいなのはなくな一つ失ったけど武器はでも新しい武器また手に入れたぞみたいなそういうスタートがその内村プロデュースからですね。え、で内 P はそれ、何回も呼ばれるようになるんですか。はい、結構呼んでいただきました。で企画も普通に TKO だけでとかもありまして呼ばれてたんですけども、内 P が終わってしまうんですね。ほうほう、なのでまた東京に次は帰らなあかんっていう、そこでも東京進出失敗したっていう形になっちゃいましたね。え、じゃあうちっぴごと何歳で何歳ですか。33とか2とか、その頃にはもうあんまその事務所のプッシュとかなくなってくるんですか、そのもっと若い人たちみたいな。もうその時に4回行って4回プッシュしてくれてるのに TK を毎回ゲットせずに帰ってくるわけですよね、うんうん、みんなはレギュラーどんどん増えてって、それこそネプチューンさんとか、うんうん、さっき言った氷子とかいいとも決まっていったりとか、うんうん、いう中で僕らはどんどん行くけど押してくれるけども決まらず帰ってくる、うん、周りのオセロ、アメザリ、マスオカどんどん売れていく、 TK をぽっかりあかんな、もう売れへんなみたいな空気で35、僕も離婚するし、うん、パチンコ毎日パチンコやる人生がありまして、おおほほほ去ってくるんですね。でももう何もなくなりました。ほほ、で一人暮らしで、離婚もして35ぐらいですかね。ちょっと半ば芸人辞めようかなぐらいのモードでもあるんですか。そこまでではないですか。なんかね、芸人辞めようって思わないことが一番罪ですよね。なんかこうダラダラとやってしまうんですよ、うん、気持ち、芸人ごっこできるんで楽屋行ったら、うん、みんなおるし、うん、ありがとうございます言ってる自分に酔ってるし、うんうん、で同じ布眉の芸人いっぱいおるし、ああ心地いいんですよそこにおるのが。ほうほうほう、だから売れようみたいな、東京行ったらまた気づくんですけど、じゃなければないでなんか心地いいんですよ。ほうほう、なので辞めるっていう発想ではなく、なんかダラダラこんな感じでやっていくんやろうな、ほうほう、たまに仕事あるし、うんうん、みたいな感じでしたね。その時はそのコンビナ化的なものはどうなんですか。話し合ったりするんですか、それともお互いにちょっとあのダラダラし始めるんですか。いや、ダラダラです。うん、本当にそんな売れよねとかいう話もしないですし、うんうん、野心みたいなものはそがれてましたねその時。はい、家族ももういなくなっちゃったし、はい、それどうやって一年発起するんですか、もう一回みたいな。これがまあ僕ら4回東京行ってたけど一回も住んでないよなっていう話になって、相方と通いで呼ばれてただけよなと。で実際住んで向こうの町の東京のね、空気見ながらちょっとやってみひんかと。そんなダラダラしてやんのも嫌なんで、
そこで提案したのが、もう1年本気でやってあかんかったらもうやめようと、うんうんうん、帰ってこようじゃなくてやめようっていうことを初めて2人で口に出しまして、うんうん、分かったと、じゃあどうやっていくみたいな、今まで呼ばれてたんですけど今もう需要が全くないので、うんうん、何も呼ばれるきっかけがない、うんうん、いきなり住むかと、こっちもレギュラーもあんまないし、うんうん、でもそのきっかけどうしようかなって考えてた時に、うん、まあ東京って5秒の笑いなんていうのよく言うんですけど、うん、何やってた、木下って振られたら5秒でギャグとかで一発見せて次また編集で次のコーナー行くとか、うんうんうん、だから5秒の笑いみたいな作らなあかんなみたいな、うんうん、僕ら何にもないんですよ、ネタしかなかったし、うん、ギャグ一切なかったんで、そんな中僕が風呂入って、なんか作らななって思ってた毎日の中で風呂入ってたんですよ、うんうん、で風呂入っててあのこう前に鏡があって、うんうん、なんか顔のね表情の運動みたいなのするんですね、僕一人でこう、うんうん、ああみたいな、でこう一人でこうああ誰かおったと思って、うん、知ってる人おったと思う、何今の顔、えちょっと待って、えこの顔と思って、うん、そのフローブワーってびちょびちょのまま、で眼鏡適当にパッと取って、うん、かけて待ってたら鶴瓶師匠そっくりやったんですよと思って、うん、このまま夜中の3時に入ってたんです、フロー、うん、3時に写真撮って、当時まだガラケーですよ、うんうんうん、でタイトルできたって入れて、うんうん、で木本に写真送ったんです、木本がスクロールして鶴瓶師匠の顔を見て爆笑って入ったんですよ、うんうんうん、これがきっかけだったんですよそっか、そっか、散々頑張ってネタ頑張ってきたけどモノマネをチャンスに上がるみたいな、そうなんですよなのでこう一つのね5秒の笑いというか、うんうん、どうなん鶴瓶師匠って言われたら俺が見られかけて何がやみたいなみたいなを作りましてよし、これでなんか向こうの番組でちょっと売れたら使えるでみたいな、うんうんうん、いきなりは無理やったんですけど、それだけは向きに東京に住んで、うんうん、まあ、もちろん仕事はすぐないんですけど、まあ、半年ぐらい経ったら爆笑レッドカーペットっていう1分のネタをする番組が始まりまして、そこで、まあ、ストックがいっぱいあったんで15年貯めてたネタの、うんうんうん、よしこれ持っていこうみたいなんで引き出しがいっぱいあったんですね、ほうほう、そこでこうなんとか引っかかってなんかいろんな番組に派生して出た時にどうなん鶴瓶師匠何がやみたいなんでこうどんどんこう番組つないでいったって感じですね。あ、じゃあレッドカーペット入り口に東京5回目の進出を成功させたんですね。そうですね。はあ。でも確かにチョコプラさんとかも言ったらモノマネですもんね、きっかけというか起爆剤というか、あのコントをそういえば確かにその後にですけど、確かに普通にコント師がバラエティにその定着してくるのにモノマネってのが一番手っ取り早いんですかね。かもわかんないですね、今聞くと。だって TKO の2人もそれがそのまああのきっかけ、ささいなきっかけかもしれないですけど、結構重要なポイントなんですね。めちゃくちゃ大きいと思います、僕らにとっては。はあ。はい。はい、そうか、それが住んでるし定着するってことですもんね。そうですね。あれ、そのキングオブコントでも準優勝とかしてますよね。でもそうか、その時はもう結構売れてってる時ですか。もういや、ちょっとずつ出始めの時ぐらいにまたこのタイミングよくキングオブコントという大会が始まったんで、そこに今度は16年目とかで一番こう芸歴上やったんじゃないですかね、当時で参戦することになるんですね。そっか、TKOさん何回目の大会で準優勝してるんですっけ。僕ら準優勝あのなんかインちゃんが3大きい面つけたあのネタですよね、あの大きい面なんていうか、あの宇宙人なんですか、あの怪物みたいな誰が怪物や、あのぬいぐるみですよ、後にぬいぐるみのやつか、あ後にあのガキ使ったからもね、あそうですね、松本さんとかやってくれる、はいはい、怪物じゃないんですよ、あれ、ね、あのぬいぐるみなんですよ、あそうかぬいぐるみ、はい、喋れるようになったよいうやつですねそうか、はい、あれで確か上位行ってませんでしたっけ。いや、あれでも準決勝行って、準優勝してないんじゃないですか。あれ、いつです、でも何回も決勝行ってますもんね。そうですね、何回か行かせてもらってます。はい。そうか、だからその、モノマネと、あと、キングオブコントで、実力もちゃんと、決勝常連だから、あるよねっていうのが認知が広がったって感じですか。そうですね、大きかったと思います。
はい、そこから仕事が増えていきましたね。キングオブコントはやっぱあれですか、ちょっと緊張感ある仕事ですか。いやー、もうダウンタウンさんなので、うん、まあ、僕らずっとあのダウンタウンさんの追っかけしてまして。あ、そうですか。はい、あの大阪時代ですね、子供の時で相方と一緒に自分らの地元にダウンタウン来るで言って行ったら何千人、普段おらん誰もおらんような公民館に何千人とか集まって、うん、ダウンタウンさん来られて、ギャーうるさいから浜田さんが、うるさい黙れ言うたらギャーって、うん、黙らな帰るぞ言うてギャー、ほんまに帰ったりとか。へいや松本さんはみたいな。なんかそんなかっこいい姿をずっと見てきた少年時代で、僕の中でダウンタウンさんって、うんうん、会えたらな、ぐらいのレベルやったら、そこで笑わせれる可能性ができる大会なわけじゃないですか。うんうんうん、見てもらえる、100% 見てもらえる、うん。そこが僕は最大の魅力でした、個人的には。うん、そうか、順位とかっていうわけですね。そうですね。もうとにかく松本さんに面白いと思われたい。はあ、浜田さんに突っ込まれたいとか。なのでやっぱり僕、裏は、まあ、僕は特にですけど、うん、やっぱりこうダウンタウンさんが司会やってるキングオブコントっていうのには出続けようねって言ってやってましたね、うん、はい、でそこからは結構ストラバラエティーを、はい、まあ、おのおので出るみたいなとか、そうですね、ははっていう感じのフェーズになっていくというか、はい、まあ、安定期っていうんですかね。そうですね、僕もあのコントやったのは役者が好きで、うんうん、役者さんが、うん、なんかドラマとか出たいなって思いも正直あったので、お、なるほど、それは最初からあったんですね。ありました。なのでそれを伝える手段としてコントで演技は本気でやってましたの方が面白いですし、うんうんうん、実際にだってめっちゃ役者の仕事を切ってますもんね。はい、ゲストさん、はい、どう、大きいので言うとどんな、大きいので言うと半沢直樹をさせてもらいました。そうですね、はい、はい、あとまあ三谷幸喜さんの作品、映画も出させていただきました。ドクター X とか、はいはい、あ、そう、ドクター X ってこんな、ほんまね、ジャムしか作ってない僕が医者役って、うんうん、って思いながら必死でこう顔面麻痺なりながら覚えてました、セリフ。あれ、顔面麻痺になったんでしたっけ。え、それってどんな経過になったんですか。これね、もう僕はね、この顔面麻痺の話もあんまりすることもないので、ほうほう、答えは分かんないんですけど、ほうほう、結局ストレスって言われたんですよ。じゃあ何のストレスって言ったら、その時やってたドクター X の、ほうほう、医療用語、お、超なんかすごい長ゼリフが2ページあったんです、うん、僕一人で喋るの。北尾路欣也さんと対峙しながら、うんうんうん、大門未知子もおるし、西田敏樹さんもおるしみたいなところで、これは間違えられへんでと思って、毎日寝る前に言い終わるまで寝へんって決めて、言い終わって寝て、で朝起きて風呂入って湯船使って言い終わるまでみたいな2ページですよ、はあ、毎回そんなことやってたんです。それを何ヶ月かやって本番に向けてやってたら、本番の3日ぐらい前にこうお酒飲んだら、ここからうわこぼれて、あれと思って、何と思って、前からまだこぼれて、鏡見たらもうこっち半分動いてないんですよ。はえと思って、イレギュラーな出来事ってそれしかないので、うんうん、普通の生活の中で、うんうん、多分それがきっかけあったのかなと思ってます。それ結局本番はどうしたんですか。本番本当に動いてない状況で、カメラこっちから打ったりとかしたんですけど、うん、そんなバレバレなので、うんうん、役者さん皆さん監督さんも当時ものすごい優しい、もう笑い飛ばしてくれて、ええやん、味味みたいな。あ、うん、もう真剣なシーンだと意外とみたいなことですか。そうっすね。ほんで僕もね、その急にもう6話からその顔になってるんで、本当、うん、役者さんや作品に迷惑かけたんですけど、ちょっとね、やっぱり違和感はもちろんありますよね、急に僕が。そっか、片っぽ表情ないんですかね、はい、ははそれでもなんか使ってくれてたのはすごい感謝でしたね。はい、すごいっすね。だって、あ、それこそだから僕 AD の頃に重栗監督って言ったんですけど、シソンヌ二郎さんのなんか監督作品でなんか親子丼押すみたいな、そうです、仲う仲うみたいな、うん、あれあの時僕 AD やってました。いたんですか。いました、いました。ええー、
あれも嬉しかったんすよ、次郎くんがね、うんうん、なぜか僕を、いや演技めちゃくちゃうまいからやってもらいたいっておっしゃって、キャスティングが上がってほしいって言ってんで、ね、AD だったら会議とかいるじゃないですか。あれ面白かったですね。いやあれいいコントでしたね。面白い、なんか切ないね、うんうん、あれ、いい作品ですね。いいコント面白いですよね、はい。服とかは何がきっかけでやりだすんですか。あ、物価とかはずっと僕服が好き で毎回自分で買ってはアメブロの方に写真載せてたんですよ。ほうほう、今日の私服って誰が見んねんなんて言いながら、それをこう4年ほど、毎日ではないですけどほぼ違う服で、ほうほうほう、ずっとアメブロやってたんですよ。ほうほう、もう溜まっていくんで、もう後輩にあげて、うんうんうん、みたいな4年間やってたら、そんなんやったらもう自分で服作ったらよろしいやみたいな、ほんまやな、でもそのルートないでって言って、そこで WeGo の中澤さんっていう方と WeGo かける TKO 木下で何かやりませんかって声かけてくれて、ぜひやりたいですって言うんで、まあ、普通の服作ってもしゃあないから言うんで、大きい人用の ぶっかぶかって意味なんですけど、うんうんうん、大きい人用のブランド作りませんかということで WeGo とさせていただきましたね。WeGo さんが入ってるんですね。そうです、もともとは、あ、そうか、はい、そこから派生してったってことですね、はい、あ、そのきっかけがあるんですね。はい、で僕は44、44歳の時始めたんで44、はい、そうか、じゃあまだ7年ぐらいなんですね、言ったら44、そうですね、7年ですね。だって結構バラエティでもなんかいじられてるから、ね、もっと前から聞いてる感じがしますけどそうですね、そんな感じですね。確かにそうですね、ありがたいですね、はあ、はい、さっき言ってたその木下さん の家族がやって焼肉屋が後に60店舗になるみたいなのは、うん、もうその時になってるんですか。あとそうです、うちの母親が会長で、それこそ上の3人が全員そういう焼肉やったりとか、ほうほう、はい、それに携わって、一時、まあ、もう今はだいぶ縮小されて大阪だけとかなったんですけど、当時はシンガポールとか、はい、なんかいろんなところに出てました。めちゃくちゃ詳細があったんですか、お母さんとかに、その商売の才能で。焼肉から派生して鉄板鍋っていうのをお母さんが考案するんですけど、それは、まあ、僕らがそれこそ夜逃げしてる時に作ってた鶏と白菜の炒め、甘辛く炊いたもんなんですよ。それを当時鶏も安かったらしく、野菜ももらってたんで、それ毎日食べたんです、甘辛く炊いたやつを。これうまいよなー言って、お母さんが考えたんやなんて言いながら、それが後に焼肉第2弾として鉄板鍋っていうのがバズるんですよ。それだから僕らが貧乏飯で作ってたものを、まあもちろん野菜とか、うんうん、はい、当時入ってなかったニンニクとか、もちろんこう進化はしてますけど、はあ、ベースは我々が貧乏やった頃の料理ですね、うんうん、はい。それがバズる頃はもう TK さんもちなみに売れてるんですか。それとも、いえ、用意スタート一緒やったんですよ。僕が20歳ぐらいの時に第1号店できて、うん、兄貴にどっちが売れるか用意どんやなって言われたの覚えてます。はあ、はい、どっちが先に売れたんですか。いや、もう3年目ぐらいで向こうバズったんで。そうなんですね。あ、じゃあ一瞬でめちゃくちゃ金持ちになってたんですか。言ったらだってそうです、60店舗というか、20代で芸人行って東京行ったり来たりしてる時ですね。それこそ、うん、それこそさっき言った三角公園とかやってる頃にはもう大阪の市場のあてとかとバズってますね、川とかで。あ、そうなんですね、はい、その後ろでもちょっとのんびりしちゃったっていうのもあるんですか。わかんないけど、いや、もう一切お金ももらってないですし、もちろん、ほんほん、はい、なんか僕もね、よく言われましたけどね、もうやめろと、芸人売れへんから、ほんほん、うん、今バズってるうちにこっち来て、ほんほん、ちょっとおもろい芸人よりちょっとおもろい店長がモテるんで言われて、はあ、よくそれ流れなかったですね。流れなかったですね。だってそっちめちゃくちゃうまくいってるわけですよ。そうなんですよ、ほんほん、でそれこそ兄貴がね、あんな用意スタートで一緒に貧乏やってた兄貴が外車乗ったりしてるわけですよ。ほうほう、でね、いろんなお金持って弟をキャバクラなんか連れて行ったりするわけですよ。ほうほう、え、どうなっとんねんと、うんうん、あんな鼻水垂らした、ほうほう、右と左靴違うの履いてたクソガキが、ほうほう、
こうなってしまったみたいな。で僕は僕でお金がないっていうのはすごくこうジレマありました。兄貴たちはどんどん出世していくのに、うん、俺原因いいのか果たしてみたいなとこありましたね。だから差し伸べてはくれてました、ずっと手は。でもそれはちょっとこう払いのけてというか。そうですね。はいやいや今なんか分からんけど光見えんねんっていう言い方してました。はー。なるほどね。でもそっか、そっちに行きたくなかったっていう思いがあったんですよ、やっぱり、ね。行きたくなかったですね。木下さんが、ペットボトルの件で、退社する前、直前ぐらいは、TK の2人どんな状態だったんですか、ちなみに。正直、うまくいってなかったですね。TK 自体の仕事もそうですし、うんうん、メンタルもですし、コンビ同士の仲もそんなに良くなかったかな。うん、そうなんですか。それは、どういう変化が起きてたんですか、 TK よりですか。はい、まあ、僕自身で、まあ、木本の感情わかんないですけど、木本一生懸命な人なので常に、ちょっと僕があんま良くなかったなっていうのはやっぱどっかマンネリしてたし、刺激なかったし、正直面白くなかったです、仕事やってても。あんだけこう、それこそキングオブコントも受けてなかったですし、なんか目標がなかったような気はします。何々やって一花咲かすでとか、で今の大したことない小さいお城を守るのに必死やったというか、仕事なくなるの嫌やったんですよ、そのくせ。でも攻めではなく、今なんとなく来る仕事、なんとなく来る役者業、これをこう今思えば守り入って、壁作って。あ、そんな時期ですか。はい、バレないように生きてるって感じです。へえ、バレないように壁作るっていうのは誰に対してですか。まあ世間もそうですし、芸人仲間もそうですし、ふんふん、今俺はちゃんとやれてる感を出すというか、まあ本来仲はそんなことないのにね、充実してないし、どんどん抜かれていってるっていうのも気づいてるんですけど、気づいてないふりというか。へえ、抜かれてるっていうのはどんな感覚において似てる。それはやっぱり同じ番組に出させてもらってても、他の芸人はちゃんと芸人してるのに、今俺は逃げてるなとか、攻めてないなとか。はあ、この番組終わって、あまり結果は出せてないけど、なんとなく呼ばれてるとか、あっていうジレンマがありましたね。なんで呼ばれてんのやろ俺、過去の徳がまだちょっと残ってんのみたいな。そこはすごく自分の中で気づいてるんで、面白くないんですよね、毎日が。はあ、そんな中で、まあね、結局いろんな番組で何回も喋ってるから、経緯を話すと、結局は後輩さんにそのペットボトルを投げちゃったってことですよね。なんかその良い子の浜口さんのなんか結婚式のなんか二次会の会費がどうのこうのとか、はい、そうですそうです、でそれお金どうなってんだですかみたいなことをいじられて、はい、舞台で怒っちゃったってことですか、ね、はい。そう、でもレッドチェアとかで見て、そういうキャラじゃなかったですもんね、なんかその木本さんで言うには、なんかその後輩にこの説教体系キャラじゃないみたいな。もう僕、そういう4人兄弟の末っ子なんで、こうもう後輩、ね、僕もスポーツもそんなに長いことやらずに、いろいろ転々と引っ越してた少年時代だったんで、上下関係もそんなないですし、後輩に怒るっていう怒り方を知らない。相方は4人兄弟の長男なんで、うまいんですよ。ちゃんとこう説教して、あかんでって言ったらみんながついてくるんですけど、僕そういうことも別になく、友達みたいになってたのは正直なとこで、そんな僕がなんか何を思ったか、怒ったことない俺が怒ってもうて、説教すればええものの怒ったことないにグーなって、ペットボトル投げたっていうのは本音なんですけど、まあ絶対ダメですよ。だからって物質正義にしてるわけじゃないんですけど、経緯はそういうことです。そういうやつです、僕。っていうことなだけで、ね、めちゃくちゃダメなんですけど。あれで、それが世の中に普通にすっぱ抜かれちゃった感じなんですよ。いや、経緯は僕はもうそこは犯人探しはしてないんですけど、誰かがリークしたのか、誰がしたのかはどうでもよくて、多分そういう流れになってたんでしょうね、僕の状況が。あれ、はい、結果的にそれが表に出ると、
どういうことになってくるんですか、その表に出たら、うん、第6チャンネルライブ笑える絶望2、5月24日一般チケット発売中です。会場で待ってます、よろしくお願いいたします。そして月額1000円のオンラインサロンのメンバーさんも募集しております。こちらもご入会よろしくお願いします。